どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月19日、阪神 VSDNA の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました。まあ、6連勝ならずっていう感じですかね。うん。まあ、いろいろあるとは思う。満塁で打てへんかったりだとか。まあまあ、でもそれはね、もう言ってしまえばずっと阪神に課されてる課題っていうところもあったりはするし、 まあ今日に関して、その別にね、今まですごくいい成績を残してくれてる選手をわざわざ攻めたいとかっていうわけではないですけれども、やっぱり西純也選手と湯浅選手っていうところ、若い選手この二人がね、ちょっと粘りきれへんかったなというところだけになってるので、まあこの経験を糧にね、次に活かしてくれればいいかなとは思っております。というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。 じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。島田選手ですね。5打数無安打2三振です。ファーストゴロ三振、サードゴロ三振、セカンドゴロという感じです。えー、っと、ここ2試合、え全、ー、タコという形にはなっておりますが、うん、まあまあ、次回に期待というところじゃないでしょうか。うん、まあそれ以上言いようがないですからね。はい。えーまあ出塁というところをね、やっぱり1番バッターには求めていきたいので、まあね、そのー、初級打ちに行けるっていう強さもあるし、なんでしょうか。まあ、 割とね、その1打席目打率っていうのが高い選手ではあるので、どんどん振っていくっていうのはもちろんそうなんですが、島田選手のいいところって、もちろんね、その打ちに行けるっていう強さもあるんですが、球数粘らせるっていうこともできるバッターなので、その、あ、なかなか打てへんな、ちょっと調子悪いなって時は粘って、まあ打席数1個でも減らすようにフォアボールを狙ってみるとかっていうのも面白いのかなとは思ったりします。はい、続いては中野選手です。5打数1安打2三振です。三振セカンドゴロ、ピッチャーゴロ、三振センターへのヒットですね。 えっと、中野選手に対してはちょっとだけ、その、ま、きついというかなんというかって感じにあってしまうんですが、1アンダーは打ってるんやけれども、中野選手に対して僕が思うことは、出塁しようとは思ってないのかなとは思いますかね。その、なんて言いましょうか。ま、もともとフォアボールがそんなに多くない選手なので、ま、選べないと言ってしまえばそこなんですけれども、その、ね、ボール球をめちゃめちゃ振り続けてるっていうところもあったりだとか、その、出塁っていうところじゃなくて、 とで出てやろうっていう意気込みはめちゃめちゃ感じるんやけれども、失礼しようっていう意識に関しては僕個人としてはあんまり感じられないかなとは思います。まあそんなことないと思うんやけど、な、まあ最近のねその試合の中身っていうか見ていけばそういう風に感じてしまう人もいるのかなと、まあ僕は少なからずそう感じてしまったかなとは思います。はい続いては近本選手です。五打数一安打です。セカンドゴロ、ショートゴロ、ファーストゴロ、センターにヒット、ファーストゴロという感じです。 ええと、とりあえず1安だというところは打ってくれてるのでって感じじゃないでしょうか。まあ、ただ、近本選手が悪くなるときってめちゃめちゃわかりやすく、セカンドゴロ、ショートゴロがめちゃめちゃ多くなっていくの。まあ、引っ掛けて、まあ、セカンドゴロ、ファーストゴロっていうのがめちゃめちゃ多くなってくるので、ここだけはちょっと心配かなとは思いますが、うん、まあ、大丈夫でしょうとは思ってます。 はい、続いては佐藤選手です。5打数1安打です。セカンドのエラー、センターフライ、レフティのファールフライ、レフティのツーベースヒット、レフトフライですね。えー、佐藤選手に関しては逆方向にすごくいい打球が飛んで、まあ、こっからね、まあ、同点というところまで繋がったのにめちゃめちゃ良かったで、打ち方としてめちゃめちゃ良かったし、えー、2打席目のセンターフライっていうのもすごくね、おっきな当たりで、 ま、正直打った瞬間行ったかなと思うような当たりでしたね。うん、まあ、やっぱりね、ホームランっていうところ佐藤選手に出てくれるとね、めちゃめちゃ嬉しいんですが、まあ、そんな簡単ではないし、まあ、甲子園やしってところもあるので、うん、まあ、そろそろね、一発出てくれると嬉しいなって感じじゃないでしょうか。ただ、打ち方としては逆方向に鋭い打球っていうのがめちゃめちゃ飛んでるので、ほんまにね、いい感じにはなってきてると思います。はい、えー、期待しております。 はい、続いては大山選手ですね。2打数無安打3フォアボールですね。センターフライフォアボール、フォアボール、フォアボール、フーボールショートゴロという感じです。1打席目からめちゃめちゃいい当たりでしたね。いや、ほんまに。ちょっと先っぽやったんか、擦ってしまったんかなっていう感じでしたけれども、まあそういう、そういうバッティングでありながら、まあフェンス割とね、ギリギリまで行ってるので、めちゃめちゃいいバッティングやったし、 2打席目、3打席のフォアボールに関しては相手が完全に逃げてるという形でしたし、まあ、4打席目に関してはね、深刻権威というところはあったんですけれども、えー、5打席目、ショートゴロ、んと、5球目あったかな ?6 球目を打ってショートゴロになったんですが、5球目をと打った時、めちゃめちゃいい当たりでしたね。またホームラン打つんかっていう風な、めちゃめちゃ強い当たりだったんで、大山選手はね、やっぱりめちゃめちゃ状態いいと思いますので、まあ、こっからもね、続けていただきたいなというところです。 はい、続いては、糸原選手ですね。3打数1安打1打点1フォアボール1三振です。ピッチャーのフィルダースチョイス、センターへのヒット、フォアボール、センターへの犠牲フライでの1点三振という感じです。えー、フィルダースチョイスに関しては、 まあ、なんとも言えないというところではありますが、まあ、基本的にセンターから逆方向という意識があって、まあ、センター方向に強い打球は飛んでいってるのかなというふうに、まあ、ポジティブにとっていい感じだと思います。え、ヒットに関してもしっかり打ってくれて、フォアボールも選んでくれてる。犠牲フライに関しては、まあ、ランナーがね、溜まってる状態なので、1点は絶対取ってやろうと。まあ、空振り三振っていうところ、まあ、三振っていうところが一番ダメな状況。まあ、もっと言うなら、まあ、内野ポップフライっていうところも一番ダメなんですが、まあ、そういうところをね、しっかりと状況判断した上で、 打とうと、まあ、バットには絶対当てようっていう感じで犠牲フライ、まあランナーがねチカモ選手やったってところもあって犠牲フライにはなったとは思うんですがしっかりと打ててるっていうのはめちゃめちゃ良かったですね。えー、次回も期待しております。はい続いては糸井選手です。2打数1安打です。ライトにヒットファーストライナーですね。えー、ヒットに関してはやっぱりね渋とく。えー 粘り強くっていう感じで打ってくれてるし、ファーストライナーめっちゃ当たり良かったですね。いや、ほんまに、ほんまに。まあ、その前にね、その外選手のライナーを佐藤選手が取ってっていうところをね、やり返されたっていう感じでしたかね。えー、糸井選手に関してはね、その今日、まあ、右左の関係もあって山本選手に交代させられたんですが、まあ、状態的にはそんなに悪くないのかなと思っております。まあ、そのスターメン機会がね、そんなに多くない選手なので、まあ、ちょっとの機会でありながら、まあ、いい状態をキープしてくれてるのは良かったと思います。 はい、続いては西選手です。1打数1安打2打点です。レフティの2点タイムリーツーベースヒットです。まあ、ヒットに関してはバッティングにおいてはいい感じだなという風に言うしかありませんね。まあ、実際得点も上げてるしっていう感じなので。えー、まあ今日に関してはね、そのバッティングよりかはやっぱりピッチングっていうところですね。 はい、続いては坂本選手です。2打数1安打、1打点1フォアボールです。センターへのタイムリーヒット、レフトフライ、フォアボールという感じです。えー、タイムリーヒット、まあ、詰まりながらではありながらもしっかりと1打点絡めたっていうのは良かったと思います。こういう1安打大事ですよね。いや、マジで。フォアボールに関してはしっかり出塁してくれたと思います。はい、続いては浜市選手です。1打数無安打です。セカンドゴロですね。いや、もうマジでさ、いやー、マジでさ、久々の打席やったやろうな。いや、緊張したと思います。 はい、続いては山本選手ですね。2打数無安打です。キャッチャーゴロライトフライですね。えー、送りバント失敗という形ですね。1打席目に関しては決めてほしいってい感じですね。山本選手だと特にね、こういうバッティングっていうところにおいて、ケースバッティングもしっかりできる選手なので、まあ、バントにおいてはやっぱり決めてほしかったかなというふうには思っております。はい、続いては北条選手ですね。1打数無安打です。レフトフライですね。当たり的にはそんなに悪くなかったんですが、って感じで、ちょっとバットの先っぽやったかなって感じですね。 はい、続いては高山選手です。1打数1安打です。来店にヒットですね。えー、高山選手もね、なかなかスタメンで出る機会がないという中で、しっかりと代打で結果を残してきてくれてるので、ほんまにね、いい感じだと思います。はい、最後ですね、ロハス選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね、3球三振ですね、正直見てられなかったというふうに思います。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、浜地投手、梶谷投手、岩沢投手、岩佐投,投手、渡辺投手、ケラー投手ですね。 西投手3回と3分の1を投げて64球4安打2三振4フォアボール3失点です。えっと、まあ、その一番最初に言ったけれども、その別に攻めるつもりはないんですが、まあ、今日のっていうところを考えれば、まあ、間違いなく若い投手2人。うん。まあ、西選手と岩瀬選手っていうところにはなってくるので、ま、あえてきついことを言うと、ストライクが入らんってなるとやっぱしんどいよね。まあ、ほんまにそこやと思う。ストライク入らへんくて、そのね、カウント取りに行ったボールを2出されたりとか。 まあ、ファーボールもおうかったわけやし。 ねその、去年の西君を見てるような感じだったかな。まあ、今シーズンの入りとかはね、なかなかストライクゾーンで勝負できて、まあ、9位もあるわけやから、それで詰まらせることもできたし、まあ、フライを打たせてもホームランにはならない。まあ、ホームラン打たれてる数割と多いんで、なんとも言えないんですけれども。まあ、まあ、そういうピッチングをできてたんですけれども、今回、まあ、前回とかっていうところも含めて、ストライクゾーンで勝負できないという状況が続いてるので、まあ、ストライクを取れないという状況が続いてるので、まあ、そこをね、ちょっとどう 何かかかししていかないいななととやっぱしんどいのかなとは思い、ますはい続いては浜地投手です。1回と3分の2を投げて18球無安打3三振無失点です。浜地選手、今回に、ね、上がってきた初登板というところで素晴らしいピッチングでしたね。いやー、マジで。もう1イニング行くかなと個人的には思ってたんですが、まあまあ、なんとも言えないところではあったかな。まあ結果論にはなってしまうのでね、えー、次回も期待しております。 はい、続いては、かじや投手です。1回投げて1球1安打、2三振1失点です。まあ、ホームラン食らってしまったのは正直痛かったけどね。うん、まあ、カットボールが若干真ん中に行ってしまったっていうところにはなるんですが、まあ、こればっかりはもうしょうがないんじゃないですかね。まあ、もうちょっと気をつけて欲しかったとかっていうのはもちろんあるけれども、でもまあ、こればっかりはもう結果論になってくると思います。まあ、次回修正を期待しております。 はい、続いては、岩沢投手です。1回投げて11球、1安打、1三振、無失点です。岩沢さんもね、まあ、この間ちょろっと失点食らってしまいましたが、まあ、しっかりと修正してくれて、まあ、ここを0で切れたのは良かったと思います。はい、続いては、岩佐投手です。3分の1を投げて17球、3安打、1三振、3失点です。ま、あその、おとといの試合で言ってたことが、まあ、結構年、ね、如実に出てしまったというか、おとといの試合で言ったことは、ボールで絶対外せよっていうところに構えてたのにも関わらず、それが、 うちに入ってしまって、ギリギリのところでストライク取ってもらったと。これはボールでいいところに投げてほしいっていう状況の中で、抜けてストライクになった。結果的に三振になった。よかったね。じゃなくて、ボール球を投げれるようにならないと、やっぱしんどいところはしんどいよねっていう状況で、今回は、ボール球を投げろっていう状況じゃないけど、ボールでもいいよ。でもアウトコースギリギリの方攻めてきてねっていうところで、甘くなったらど真ん中行くわなって。もうこれが完全に出てしまったかなとは思います。 まあ、上戸選手に打たれたボールに関しては、フォークボール、まあ、完全なる嫉妬と言ってしまえばそこまでなんですけど、でもね、まあ、やっぱりそういうところにはなってくるのかなとは思います。まあ、上戸選手ね、マジで甲子園での打率がえぐいと思うので、まあ、抑えようと思ってもね、なかなか難しい選手だと思いますが、まあ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 、次回の修正に期待しております。 はい、続いては渡辺投手です。3分の2を投げて7球1安打無失点です。えっ、ー、と、個人的な意見にはなりますが、左バッターは抑えてほしいなぁとは思います。はい、最後ですね、ケラー投手です。1回投げて11球無安打1レッドボール無失点です。うんと、やっぱストレートは打たれてないのよなぁってところにはなってきますかね。うん。まあ今日は基本的にストレートとカーブっていうピッチングスタイルで。まあスプリットもね、この間まで投げてたんですけど、まあ今日はあんま投げなくて、 で、カーブはね、やっぱね、拾われるような。うん。空振りを奪うカーブっていうよりかは、タイミング外すカーブっていうだけになって、まあ結果的にゼロで抑えてるので OK なんですけれども、ちょっとね、そのカーブの精度を上げるのか、カーブのキレを上げるのか、まあ、それこそもう完全なる緩急として使うだけで、決め球はスプリットストレートにするのかっていうところが非常に悩ましい選手にはなってるかなとは思っております。まあまあまあとりあえずゼロで抑えられてるので次回に行きたいというところです。 はい。というわけで本日は6月19日、阪神 VSDNA の視野について語らせていただきました。ね、え、できるならね、やっぱ3立てで終わってほしかったかなというふうには思ったりはするんですが、まあなかなかそんなに簡単ではないので、まあまあ次回に行きたいというところで、まあ切り替えてやっていきましょうっていう感じじゃないでしょうか。ねまた借金は5になってしまいましたが、うん。まあ借金0を目指して頑張っていただきたいなと思っております。 というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方にツイッターとインスタグラムのリンク貼っているんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。